意味を伴わない記憶。最も単純でよく使われる学習法の一つは、言葉や覚えるべきことを何度も繰り返すという暗記学習である。ある言語の音構造と文法を知っていれば、繰り返している言葉の意味を知らなくても、この方法は使える。暗記学習は古くから様々な異なる文化の中で用いられてきた。音のパターンとして学習することは、情報を貯蔵する方法の一つであり、書き言葉ができるまでは、歌や詩など文学作品を伝える主要な手段であった。例えば、紀元前1500年頃に作られたインド最古の聖典であるヴェーダは、何百年にもわたって口承によって伝えられた。僧侶は聖典のテキストを暗記し、たとえサンスクリットで書かれたテキストの意味がわからなくても、一語も漏らさず暗唱できるように特別な訓練を受けた。学者の中には意味がわからない方が良いと信じていた者もあった。暗唱することが宗教儀式にとっての本質であり、言葉の意味はかえって正しい暗唱を損なうものと考えられたのである。暗記学習は年とともに変化するようである。年を取るほど暗記学習は難しくなっていくように思われる。一方で老人が子供の時に覚えた詩や歌や子守歌などを大人になってから一度も練習をしたことがなくても暗唱できるということがよくある。幼い頃の暗記学習と他の技能との違いを示す印象的な例が脳損傷のケースではよく見られる。脳卒中の発作を経験したある女性はウェールズ語を母語として覚えたが、ロンドンに住むようになってからは英語だけを話すようになっていた。発作の後、彼女は英語を話す能力を失ってしまったのだが、ウェールズ語で覚えていた賛美歌はすべて歌うことができた。やはり脳卒中の発作を経験した別の女性は、記憶に大きな影響を受けた。彼女は自分がどこにいるのか、今何年なのかもわからず、過去10年ぐらいの生活について何も思い出すことができなくなった。しかし60年も前に覚えた自分の得意な料理の調理法を完全に言うことができ、子供の頃好きだった詩も暗唱することができた。暗記学習はどのように行われるのだろう。暗記学習にはそれに特有な脳のメカニズムがあるのだろうか。最近脳イメージングの研究で言葉を繰り返すことがどのように脳活動に影響を与えるのかが調べられている。このような研究では覚えるべき言葉を繰り返すとき、左半球の運動前野と下前頭葉が関わっていることが一貫して見出されている。で、これは声を出して繰り返すときも、声に出さないときも同じことである。で、これらの脳部位は発話に関与していることが知られている。言葉を繰り返すこと、リハーサルには、起草した内容を内語の場合も含めて音にする過程が含まれるわけだから、発話をコントロールする部位が活性化されるのは最もなことである。左の文字の並びを繰り返し読んで覚えようとしてみてください。1分経ったら文字を隠してどれぐらい思い出せるか試してください。TTLSHIWWYAUATWSHLADITS いくつかの文字を覚えられただろうか。さて、これが Twinkle Twinkle Little Star という歌の最初の部分の頭文字の並びだと言われたらどうだろう。もう一度見て覚えたら本を伏せて思い出してみよう。おそらく今度はさっきよりたくさん思い出すことができただろう。で、これはなぜであろうか。意味のある材料を学習するときには脳の別の部位、左の下前頭前野も活性化されるということが助けになるのだと考えられる。情報に意味を与えることで学習はずっと容易になる。短期記憶はその場での繰り返しのみ働き、その容量は限られている。一度に約7項目の情報しか扱うことができず、15秒から20秒ぐらいしか保持することができない。対照的に意味のある情報は自動的に貯蔵されて、もっと長い間記憶される。記憶の達人には訓練によってランダムな数字の列にも意味を持たせるようにして非常に長い数の系列を思い出すことができる人もある。教育における暗記学習の役割は長い間議論の的になってきた。暗記学習が実際に意味の理解を損なうということはあるのだろうか。
詩を暗唱する能力はその内容を理解する能力を損なうだろうか。歌を間違えずに歌うことを強調されると歌詞はその意味に集中することができなくなるだろうか。で、このような疑問は脳科学が答えることのできるはずのものなのだが、それを検証するような研究はまだ行われていない。暗記学習は創造性を損ない、個性を育てないと言われてきた。しかも暗記学習は、例えば自閉症の多くの人たちのように簡単にできる人もあれば、また難読症の人々のようにそれが非常に困難な人もある。別の方法で学ぼうとする人に暗記学習を押し付けることには意味がない。逆にまた暗記学習で学ぶ能力がある人にその方法を使わせないというのも馬鹿げたことだろう。暗記学習は外国語の単語や周期表、劇やスピーチのセリフを覚えるのには大変効果的である。情報を暗記学習によって学ぶことが作家や作曲家の創造性に影響を与えるという例は知られていない。個人差が必ずあるので、暗記学習の利用について教育者の意見は分かれるのだろう。古代のベーダを伝えた人たちとは違って、現在の教師たちは暗記学習することで意味を考えなくなることを懸念する。例えば、子供に読むことを教えるとき、言葉の発音に重点を置きすぎると、メッセージの意味が失われてしまうことになりかねない。興味深いのは、意味に注意を向けたときと、言葉の音に注意を向けたときとでは、脳の異なる部位が関与しているということである。読むことを覚える以前の幼い子どもたちにとって、意味ではなく音に注意を向けるのは困難なことである。すべての人にとっては意味の方が支配的で、意味から離れて文法や音のような言語の純粋に形式的な側面に注意を向けるには、ある程度の努力が必要になる。この例外になるのが自閉症の人々だろう。自閉症の人にはメッセージの形式よりも意味にとらわれるということがないのが普通である。で、このことは60年代から70年代にかけてロンドン大学のベーテ・ハーメリンとニール・オコーナーによって発見された。自閉症の人が言葉を覚えるとき、脳の活性化パターンが一般の人と比べてどのように違うのかを研究した人はまだない。暗記学習と個々の情報を統合することとは別のことである。暗記学習の場合のように、個々の情報がバラバラのものだと、検索は困難になる。暗記学習は新しい語彙を学習するのには、確かに役に立つ。しかし、必要な時に適切な言葉を思い出すということについてはどうだろう。効果的な学習というのは単に頭に情報を詰め込むということではない。特定の状況に役立つ情報を検索する能力を発達させなければならない。多くの場合、手軽に情報を貯蔵する場所は十分にあるのだが、情報の検索と取り出しは難しいものである。学習者にとって最も必要なのは、貯蔵した情報を取り出すツールであると多くの教育者は考えている。脳科学は単純な暗記学習よりずっと高度な学習法についても、それらの根拠を明らかにしつつある。視覚イメージには心の目で見ることが関係している。もしあなたの家のリビングルームには絵が何枚かかっていますかと尋ねられたら、人は大抵目を閉じて頭の中で部屋をイメージし、この心の中のイメージをスキャンして絵の数を数えるだろう。視覚イメージあるいは視覚化は強力なもので、多くの人が実際に心の目をコントロールして頭の中でリビングルームを見渡して絵の数を数えることができる。で、1960年代後半にカナダの心理学者、アラン・ベイビオは、具象語、例えば森やコップなどは抽象語、例えば遠いや楽しいよりも容易に学習されるということを示した。で、これは、具象語は抽象語よりもイメージしやすいという事実によるものと考えられた。学習を促進するのに視覚イメージが使えるという可能性が示唆された。単語のリストを覚えるのに言葉を視覚化すると確かに覚えるのが楽になる。後で見るように複数の対象が一緒になったり関わりを持ったりする。例えば森の中のコップのを想像するとそれぞれを別々のものとして覚えるよりさらに容易になる。視覚イメージは記憶障害のある人々の学習を助けるツールとしてよく使われている。
慢性的な健忘症の人のためにありえないイメージを作ることで、個々の対象を関係づけるという学習テクニックが開発されている。例えば、牛乳とバナナと新聞を買いに行くとすると、牛乳の箱が新聞でできたボートを2本のバナナを使って漕いでいるところを想像する。で、これが覚えることに効果があるのである。記憶を促進するために視覚イメージを用いることはずっと昔から行われており、古代に考案され中世によく使われた記憶術にまで遡ることができる。記憶術の古典的な利用法は、視覚イメージを長く複雑なスピーチを記憶するために用いることであった。まず幾分奇妙な、従ってより記憶に残りやすい抽象的な内的イメージをスピーチの各部分とスピーチをする部屋の特徴物に関係づけておく。スピーチをするときには部屋の中を見回し、さまざまな特徴物、すなわち彫像やフレスコ画や柱などを見るたびにスピーチの内容を次々と思い出していくというわけである。部屋は単なるスピーチの手がかりとして何度でも繰り返し使うことができる。で、現代の記憶の達人もほとんど同じテクニックを使う。このような人たちに対して最近ロンドン大学のエレノヤ・マガイアが脳イメージングによる研究を行った。マガイアは記憶オリンピックに参加した人たちの脳をスキャンした。このように優れた記憶を持つことで知られる人々は、普通の記憶力を持つ人より知能が高いというわけではなく、脳の構造にも明確な違いがあるわけではない。そうではなく、情報を貯蔵し取り出すために脳のある部分を訓練しているようである。彼らは皆昔の記憶術のように視覚イメージを使う。活性化される脳部位には海馬が含まれていたが、これは全ての人で記憶に関与する部分である。数字のリストや顔や複雑な雪の結晶のような形を学習するときになると、優れた記憶を持つ人たちでは、脳の記憶に関わる部分が普通の記憶を持つ人より強く活性化された。このことから記憶、短期記憶は訓練によって十分向上するものだと考えられる。視覚野のある後頭部に損傷のある患者は多くの場合、視覚イメージに問題があり、単語を記憶するときに視覚イメージをうまく利用することができない。で、このことから、視覚イメージを形成するには脳の視覚に関わる領域、側頭、後頭皮質が必要であることが推測される。脳に損傷のある患者の研究から脳には言語システムと非言語システムが別々にあることが明らかになった。脳内の視覚に関わる部位は正常だが、言語に関わる領域に損傷を受けた患者では目で見ると何であるかすぐにわかるが、同じものを名前を聞いただけでは見つけることができないという場合がある。で、このような患者は非言語システム、視覚イメージを利用することはできるが、言語による認知システムを利用することが困難なのである。で、普通はこの2つのシステムは独立に働くのではなく、常に互いに連絡を取り合って、ものの認知やイメージに基づく記憶を可能にしている。脳イメージングによって視覚イメージに基づく学習と記憶の脳内機構について様々な洞察が得られている。ハーバード大学のスティーブ・コスリンたちによる脳イメージングの研究は、あるものをイメージするとき、実際にそのものを見たときに活性化される脳領域の少なくとも3分の2の部分が活性化されるということを明らかにした。したがって、物や事象の心的イメージは対応する知覚経験をするときに起こるのと同じ処理を行わせるのだと考えられる。しかし、コップという具象語を覚える方が遠いという抽象語を覚えるより優しいということはどのように説明されるのだろうか。脳イメージングの研究からイメージ化のしやすさの程度が異なる対象を記憶するときには神経系にも違いが見られることが示されている。一般に具象語をイメージに基づいて学習するとき、抽象語を学習する場合より脳の視覚野がより強く関与する。さらに脳の深部にある海馬傍回と呼ばれる組織がイメージ可能な具象語の記憶の固定と貯蔵に関わっている。記憶からイメージ可能な単語を想起するときには別の脳領域、頭頂葉が関与する。イメージ不可能な単語の想起の場合はそうではない。頭頂葉は
対象の空間関係の把握や数の理解、音楽の習得などに関わっており、視覚やの他の領域と神経結合を持っている。で、これらの結合は視覚記憶を利用するのに役立っているのだろう。イメージすることが困難な抽象語の符号化には脳の他の組織が関与している。抽象語を記憶するときには側頭葉の言語領域が働く。このような単語は視覚化することが困難で、言語的符号化によってのみ記憶されるのだから、これはもっともなことである。意味のつながりのある単語のペア、例えば木と幹は、関係のない単語のペア、例えばリンゴと街灯よりも記憶しやすい。脳イメージングの研究では、関係のない単語のペアが記憶されるときは、前頭前野が関与することが示されている。前頭前野は意思決定や計画をするときに重要な役割を果たす領域である。だから意味の上で関係のない単語を結びつけようと努力するときに活動するのだろう。関係のない単語のペアの間に新しく何らかの意味のある関係を作ろうとするときには前頭前野が余分に活動することが必要になるのだが、このことが単語のペアを記憶するのを助けるのである。意味から単語を思い出すとき、音は重要な役割を果たす。誰でも言葉が喉から出かかっているのにという苛立たしい状況を知っている。意味は分かっているのに、物や人の名前が思い出せないという状況である。で、このような場合、その単語が何音節からなるとか、最初の文字が何だとかいうような、その単語の音について分かっている気がすることがよくある。記憶からの早期に関与すると考えられている左側の前頭前野が人がうまく単語を思い出せたときに活性化される。しかし、喉から出かかっている状態ではこの部位は活動せず、代わりに他の多くの脳部位が活動する。で、これは一生懸命思い出そうとする努力を反映するものなのだろう。ここまで言葉の学習や記憶について議論してきた。名前のないものの記憶についてはどうだろうか。ボランティアの実験協力者に、特に意味のない視覚シンボルと音のペアを記憶してもらった後、脳のスキャンをするという、デシレ・ゴンザロとレイ・ドランの研究について第9章で述べた。実験協力者は例えば紫という色がいつもアヒルの鳴き声と一緒に現れることを学習した。結果はある音が特定の色を予告するということを学習すると、脳の視覚野が音に対して反応するようになるという、大変興味深いものだった。驚くべきことは、音の処理に特殊化している聴覚野が同じように視覚刺激が音を予告するとそれに対して反応するようになったということである。で、この結果は伝統的には一つの感覚次元だけに反応すると考えられてきた脳の部位が、他の感覚次元の刺激に対しても反応するようになるという可能性を示している。で、しかもこのように適応的反応は非常に早く起こる。この実験の参加者はスキャンの前に色、音のペアをほんの2、3分学習しただけなのである。で、これは成人の脳に可塑性が存在することの例である。第9章で見たように脳の可塑性の例には他にも様々なものがある。耳が聞こえず、読心ができる人の聴覚野は口の動きに反応するようになる。目が見えない人では点字の感覚に対して視覚野が反応する。で、このような事実は青年期になっても脳はどのように使われるかによってその機能を変化させる能力を持つことを強く示唆するものである。神経質な人は次の文を読まないでほしい。道を車で走っていて、突然道端に子供が血まみれになって横たわっているのに気がついたと想像してみよう。で、このような場面を想像するだけで、人の体には様々な生理的変化が現れる。心拍や呼吸の速さなども変化する。実際、嫌悪的な感情を引き起こすような想像をすることは、現実にそのような感情を引き起こす実験をするのと同じくらいに体に影響を与えることがある。で、このことは、視覚イメージが体に影響を及ぼすことを示している。スティーブ・コスリたちは、嫌悪的な場面を想像するときには、ニュートラルな場面、車で走っていて、道に沿って草が生えていて、
花が咲いているということを想像するよりも、脳のいくつかの部位をより強く活性化させることを見出した。活性化される部位の中には、自律神経支配の活動、心拍、呼吸などの状態を調節するのに関わっている前頭が含まれる。言語的な出来事を視覚化することは体に影響を与えるだけではない。このような想像された出来事は、情動脳によって処理されているのである。視覚イメージによって体の情動状態に影響を及ぼすことができるということは、学習に応用できる可能性がある。で、このようなイメージ喚起の方法は、内分泌や免疫システムを含む様々な体の機能に影響を与えることができると主張されてきた。自分の好きなチームがサッカーの試合に勝つところを想像すると、テストステロンのレベルを上げることができる。一方、テストステロンのレベルが上がると、空間探索にプラスの効果がある。で、このようにして間接的に空間探索能力を向上させることも可能かもしれない。ストレスも視覚イメージによってコントロールできる可能性のあるものの一つである。ストレスは学習と生産性に影響することが知られている。ある程度のストレスのもとにあることが学習には最適である。しかし、ストレスが強すぎると学習は阻害される。情動的イメージはストレスのレベルに影響を与えるために使えるかもしれない。そうすれば、視覚イメージを使ってストレスをコントロールし、学習を向上させるということが可能になるだろう。しかし、人によって視覚イメージを使う能力は様々である。視覚イメージを全く作ることができないという人もある。イメージに関する個々の能力にも個人差がある。自分の机の上を見回したり、母親の顔を詳しく見ているところを想像できるが、物が回っているところを想像することが全く不可能だという人がある。自分で試してみればよい。椅子を想像してその周りを回ってみよう。今度は自分はじっとしていて、椅子が回っているところを想像してみよう。両方できる人もいれば、どちらか一方がずっと難しいという人もある。で、このことは、視覚イメージは必ずしも回転が可能なものではないことを示している。